皆さんこんにちは、ルイです。今回は星3キャラの最強キャラランキングを順番に紹介していきたいと思います。どのキャラがなぜ強いのかを解説しながら、今後を見据えて凸を優先させるべきキャラについても紹介していきたいと思います。今回のランキングは主に修行性能での評価ランキングとなっていますが、対人性能についても少し触れていきます。 S ランク、A ランク、B ランク、C ランクの4段階評価に分けてみました。まずは C ランクから紹介していきたいと思います。 C ランクは火燎天です。火燎天は配布キャラということもあり、修行能力が他の星3キャラより弱くなっています。極限修行発生率上昇や特別教練発生率上昇がない点がマイナスポイントになっていますね。唯一安定してステータスを伸ばすことができる合戦ボーナスを持っているんですけど、この合戦ボーナスという能力はキャラやシーンカードが揃っていない初期段階だと安定してステータスを稼げて魅力的に見えますが、時間が経って凸が進み新キャラや新シーンカードなどが今後も出てきたら、あまり強くない能力になってしまいます。合戦ボーナスというのは終了戦やイベントで発生する模擬戦の後にもらえるステータスがボーナスで増えるといった能力なんですけど、修行中に発生する機会ってある程度限られていますよね。それよりもどれだけ毎ターン数値を伸ばせるかが今後の課題になってくるんで、上振れにつながる能力が少ないため今回は C ランクとなっています。 B ランクは新、五系、バジオ等の4人となっています。シンは攻略サイトなどでは SS ランクと紹介されているんですけど、そんなに性能は強くないです。特別教練発生率上昇最大 100% を持っているんですけど、これを活かすための能力が少ないのと、式消費削減が今のところそこまで強い能力ではないんでマイナスポイントとなっています。修行ボーナスも 10% とそこまで高くないんで、めちゃくちゃ上振れを狙えるっていう能力ではありません。極限修行率上昇も 20% しかないため特別教練につなげにくくなっています。ただ宝剣が登場したことにより現状旅力を伸ばしやすい環境なんで、旅力を伸ばす際の最適編成には入ってきます。単体の能力自体はそこまで強くないため今回は B ランクとなっています。5系は兵法の極限修行率上昇と特別教練発生率上昇、常時知略上昇を持っています。知略を伸ばす際にはかなり強い修行能力になっているんですけど、特別教練発生率上昇が 15% しかないんで少し能力不足となっていますね。ただ合戦ボーナス 30% 持っているんで、凸が進んでいない初期段階ならとりあえず編成に入れておけば確実にステータスはアップします。上振れ能力が少ないため今回は B ランクとなっています。バジオは先ほどの5系のブギバージョンって感じの能力になっています。ブギの極限修行率上昇と特別教練発生率上昇、常時旅力獲得量上昇を持っているんで、旅力を伸ばす際にはかなり役立つ能力を持っていますね。修行ボーナスも持っているんで、凸が進んだら旅力を伸ばせるキャラ修行時に編成していきましょう。バジオも上振れ能力がちょっと少ないんで今回は B ランクとなっています。等は連武に特化した能力になっていて、連武の極限修行率上昇と特別教練発生率上昇を持っています。ただ先ほどのバジオ5系よりも極限修行率上昇のパーセントが 30% 低くなっています。その代わりに費用伝授発生率上昇を持っているんで、対人戦に向けて技能をたくさん獲得したい人にはおすすめキャラとなっています。こちらも上振れ能力が少ないんで今回は B ランクとなっています。続いて A ランクは昌文君、楊端和、羌海の3人となっています。昌文君は S ランクと A ランクの間ぐらいの強さになっていますね。キングダム頂の修行能力の中で一番上振れにつながる高ランク特別教練発生率上昇を持っています。最大 150% あるんでかなり強いです。貫突していなくても無凸時点から高ランク特別教練発生率上昇を持っている点もいいですね。修行ボーナスも 20% 持っていて、上振れ性能は A ランクの中でもトップクラスとなっています。楊端和は特別教練発生率上昇 100% と連兵の極限修行率上昇 70% を持っています。修行能力の組み合わせがかなり良く、合戦ボーナス 40% も持っていて、安定したステータスも確保しつつ上振れを狙うことができます。常時統率獲得量上昇 10% もあるんで、統率をしっかり伸ばすことができる能力になっていますね。羌海は瞑想に特化した能力になっていて、瞑想の極限修行率上昇 100% と特別教練発生率上昇 20% を持っています。修行ボーナスも 10% 持っていて、
しっかり上振れを狙える能力が揃っていますね。これに加えて特別教練参加時、費用伝授発生率上昇 70% を所持しています。技能を獲得できる確率がかなりアップしますね。対人が始まって技能の有無で勝敗が変わってくるっていう場合は、教会の評価さらに上がる可能性がありますね。最後は S ランクの紹介です。 S ランクは王騎、宝剣、標高、衛星の4人となっています。王騎は修行能力が高ランク修行時、そして対人修行時どちらにも対応できる強い能力となっています。特別教練発生率上昇 100%、 高ランク特別教練発生率上昇 150%、 特別教練参加時費用伝授発生率上昇 70%、 さらに合戦ボーナス 40% と、安定と上振れを完璧に兼ね備えた能力を持っています。高ランクを狙うだけではなく、費用伝授発生率上昇 70% を持っているんで、対人として強くする際にも必須級の性能となっていますね。宝剣はリリース後初の新キャラでぶっ壊れ性能かと思われましたが、魚力に特化した能力というだけでめちゃくちゃぶっ壊れというわけではありませんでした。それでも高ランク特別教練発生率上昇 190% と、極限修行率上昇 20%、 修行ボーナス 15% と、しっかり上振れを狙える能力を持っています。修行能力ではありませんが、宝剣の奥義かなり強いんで、対人戦強くなりたい人はとりあえず母体を確保しておきましょう。標高も奥義と並ぶぐらい修行能力が強くなっています。高ランク特別教練発生率上昇最大 190%、 武技の極限修行率上昇 125% と、特別教練発生率上昇 15%、 さらに合戦ボーナス 30% を持っています。正直魚力を伸ばしやすい今の環境だと、王騎より高ランクを狙うための修行能力が揃っていますね。武技に特化しているんで、深夜宝剣を大きく伸ばしやすくなっています。無凸で合戦ボーナスも持っているんで、とりあえず編成に入れるだけで最初はステータスを伸ばせるため、まずは母体を確保してどんどん凸を進めていきましょう。最後は衛星です。衛星は高ランク特別教練発生率上昇 250% とダントツで数値が高くなっています。その分他の能力がちょっとパーセントが低めなんですけど、連兵の特別教練発生率上昇 15% と費用伝授発生率上昇 10%、 どちらも上振れにつながる能力を持っています。対人修行としても強い能力を持っているんで、凸優先していきたいキャラの一人となっています。基本的には S ランクのキャラの凸を優先させていけば大丈夫です。さらに上のランクを目指したい人は、今の環境だと魚力が伸ばしやすいんで、魚力、武技に特化した能力を持ったランキングが高いキャラの凸を優先していきましょう。無課金、美課金勢の人は全部のキャラやシーンカードを貫突するのは難しいと思うんで、少しでも総合力を上げたい人は何かしらのステータスに特化してキャラやシーンカードを集めることで、今後総合力が伸びやすくなってきます。もしわからないことがあればコメントで気軽に聞いてください。ということで今回は星さんキャラの最強キャラランキングの紹介でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。